オラトドース、皆さんこんにちは、マリコです。スペイン語にも日本語と同じようにたくさんの格言やことわざがあります。哲学的な意味を持つものから軽い意味のものまで様々ですが、こうした表現を知っておくとスペイン語の理解が深まり、自分の表現の幅が広がること間違いありません。ということで、スペインでの日々の生活の中でよく耳にすることわざを100種類厳選し、全100本の動画でご紹介しています。前回までにご紹介したことわざは説明欄にリンクを貼っておきますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。スペイン語のことわざシリーズ第71弾は、良かれと思ってやってこない不幸はないです。バーモサイペさん。その1、このことわざの意味。 No hay mal que por bien no venga。 良かれと思ってやってこない不幸はない。この表現は日本語への直訳が逆に難しくて、何を言ってるのかとてもわかりにくいんですが、二重否定で肯定文になっています。つまり、言い換えると、不幸は良かれと思ってやってくるという意味になります。これでも意味がわかりにくいですよね。つまり、不幸な出来事があったおかげで起こった突発的な何かの出来事が、思いもよらなかった幸福をもたらした。つまり、その最初の不幸なことが起きていなかったら、この思いもよらない幸福を享受できることはなかったという意味になります。日本語では、家福はあざなえる縄のごとし、不幸と幸福は案である網のように交互に訪れるものという意味のことわざに少し似ているでしょうか。その2、このことわざの単語文法解説。No hay mal que por bien no venga。良かれと思ってやってこない不幸はない。No、これは否定の副詞です。Hay、動詞 haber の三人称単数形の活用で何々があるという意味です。No hay で何々がないという意味になります。Mal、男性名詞で不幸、不運という意味です。け、これは関係代名詞です。このけの前の先行詞が不定のもの、存在しないものの場合は、関係詞中の動詞は接続法を取ります。少し難しいですが、ここではとりあえず頭の片隅に、不確定のことには接続法と覚えておけば大丈夫です。この接続法になる関係詞中の動詞は、スペイン語のことわざシリーズ第70弾にも登場しました。No hay mal que 100 años dure。 100年続く不幸はない。この dure が接続法になっています。por、 前置詞で何々のために、何々ゆえにという意味です。bien、 男性名詞で良いことという意味です。no、 否定の副詞です。venga、 動詞 venir、 来るの接続法の三人称単数形の活用です。先ほどご説明した先行詞 No hay mal が否定形、つまり存在しないものを指しているため、関係詞中のこの動詞が接続法になる、このルールによります。全体で No hay mal que por bien no venga、 良かれと思ってやってこない不幸はないとなります。その3、このことわざの発音練習。まずはゆっくり発音します。私の発音の後に皆さんが発音するスペースを設けますので、字幕を見ながら発音してみましょう。No hay mal que por bien no venga。 No hay mal que por bien no venga。 No hay mal que por bien no venga。今度はもう少し早めに発音してみます。同じように私の後に発音してみてください。No hay mal que por bien no venga。No hay mal que por bien no venga。No hay mal que por bien no venga。最後に字幕なしで発音してみましょう。No hay mal que por bien no venga。No hay mal que por bien no venga。 No hay mal que por bien no venga。
素晴らしいです。その4、このことわざと同じ意味の違った表現。Por uno que se pierde, diez aparecen. 一つ失っても新しい10のものが現れる。これはスペイン語のことわざシリーズ第20弾でご紹介した Cuando una puerta se cierra, otra se abre. 扉が閉まると別の扉が開くとも似た意味の表現です。その後、このことわざと反対の意味の表現。Huye del malo que trae daño. 不幸を回避しようとすると被害がやってくる。これはもう絶体絶命の表現ですね。不幸に見舞われてそれを回避しようとすると被害がやってくる。先ほどのように事態が好転するのではなくて、さらにひどいことが重なるという表現です。これはスペイン語のことわざシリーズ第44弾でご紹介した Las desgracias nunca vienen solas。不幸は単独でやってこないにも似た表現です。スペイン語のことわざシリーズ第71弾、良かれと思ってやってこない不幸はない、いかがだったでしょうか？このことわざが役に立ったと思ったらぜひ、いいねお願いいたします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなく、スペインの文化やスペインの世界遺産などを発信しています。チャンネル登録をしていただき、ベルのマークをオンにしていただくと、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!